んにちは。りなです。坂です。元気ブログです。はい、ということで今日はね、レナの地元ミュンヘンにやってきました。みんなにも見せたいな。レナの本当の地元はミュンヘンの郊外にあるね村なんだけど、まあ、電車で30分以内ぐらいで来れるミュンヘン出身っていつもレナは言ってます。ただ実は嘘です。田舎生まれの女の子です。はい、ということで今ここね、めっちゃ大都会だよ。大都会、見てください、この後ろ綺麗だね、ミュンヘン。やばいよ、ミュンヘン。いや、やばいよ、ミュンヘン。めちゃんこ綺麗じゃん。てなわけで、今からね、このミュンヘンの中心のショッピングストリートをちょっと歩いて、ちょっとね、あれなんですよ、今ね、マイクが壊れてて、ちょっと音が拾いづらかったり、風が吹くと風切り音が入っちゃうんで、ちょっと今日の動画、音がクオリティ悪いかもしれないんですけど、すぐね、新しいマイク買って改善するようにするので、ちょっとだけ我慢してください。すいません。お願いします。その代わりに映像がもっと綺麗になる。頑張って。そう、俺の技術とかじゃなくてミュンヘンの力を借りて。もうだって見てよ、これマジ普通に綺麗だよ。もちろん今ね、ここのゲートをくぐってきて、名前は何通り、何ストラッセ、ショッピングストリート分かんない。ちょっと待って、調べる。役に立たない女ですよ。ミュンヘン出身と言いつつ、ミュンヘンのことを全然知らない。カウフィンガーストラッセだ。カウフィンガーストラッセ、 OK。 全部のここの道にある建物がこう古いけどリノベーションとかしてるんで、その外観の歴史的なね綺麗さは残しつつも、内部はちゃんとどんどんリノベーションしてるんで、ショップの中とか入ると普通にモダンだし、まあね、綺麗だし、行きましょう。やっぱすごいね、ヨーロッパはやっぱね異次元だね、この綺麗さは本当に。今日ね天気もね、見てよ、バッチクソ綺麗です。今ね、ドイツはもちろん夏なんだけど、で今のね気温はね25度ぐらいかな、行かないぐらい、うん、で朝晩は意外と冷え込んで10何度、15度以下とかにもなるぐらいなので、夏とはいえ、まあ、朝晩は寒いよね普通に。ババリアの時計、こう伝統的な木から作られた時計です。なんか日本でいう鳩時計みたいな感じだね、それのババリアバージョン、この感じ。そもそも建物が綺麗なのか、そこに、まあ、今夏だからね、季節的に花が飾ってあります。中にが H&M が入ってる。シャラ臭いよね本当に。まあ、H&M には失礼だけど、普通だったら何？日本だったら普通にハイブランドが入ってるような建物、そのレベルですよ。すごっ。まあ、レナはね、ちっちゃい時から多分見慣れてるので感動しないですけど、僕からしたら感動しないけど、なんかタカの感動を見てから、なんか初めてこう、すごいなって、自分の国がいかに綺麗かって気づいたでしょ。そう、でも本当に綺麗だよね、本当に。おほ、これまた教会でかっ。何の教会なんでしょう。ガオンキエキ。お、一発で分かったじゃん。まあそれが一番有名な教会だから。よかった、よかったね。ショッピングはめちゃくちゃいいよ。ショッピングはね、いいっす。そして私の前に歩いてる女性がめちゃくちゃ綺麗です。スタイルが抜群です。皆さん、見たければドイツに行きましょう。ほんとスタイルいい人多いわ。私もレナもスタイルいいよ。ありがとう、はい。おっと、だんだんと人が増えてきたね。多分あそこがめちゃくちゃミュンヘンで有名な、一番有名って言っていい広場ですね。おお、すごっ。これはすごいよ、マジ感動するね。すごすぎてカメラがピント合わせてくれない。カメラもびっくりしてる。OK! ピントがずれずに撮れました。昔使われた市役所が今はニューシティホールっていう名前です。
ちなみに広場の様子こんな感じです。ざっといかにしたかな、私たちの頭が見てないかも。わかります、僕ら邪魔かもしれないね。まあまあまあ、なんかハリーポッターに出てきそうな建物じゃない。ちょっと ね今さっき言った広場があって、ちょっとこっちにね高い塔があるんですよ。なのでね、ちょっとトップまで上がってミュンヘンの街をね上から見てみたいと思います。楽しみだね。ここの階段を7分から8分登ると頂上まで行けると。痛くなるんじゃない、足。いや、めちゃ可愛い。私これ登ったことない。正直多分足がプルプルしますね、頂上。レナ、俺は無理かもしれない。登りたいと言ったのが分かる。エレベーターが欲しい。エレベーターがないって教えてくれなかったから。皆さん着きました。めっちゃ辛いっす。嘘でしょってぐらい辛い。やば、風強。大瀬海岸は景色見せます。I'm just a noTo make you smile, and you need me to hold you close. はい、でちなみにミュンヘンなんだけど、ドイツの国内ではね3番目に大きな町です。でも基本的にドイツの町は全部でちっちゃいから、人口はね130万人、まあ、ドイツ国内で3番目に大きいんだけど、それでもね人口は130万人っていう、そんな感じでね街はね広々してます。なんか東京みたいにごちゃごちゃしてるわけじゃなくて、広々として歩きやすいですね。ちなみにねドイツの夏はめちゃくちゃ日が長いです。いいことだよ。今ね6時半過ぎなんだけど、9時半から10時にかけてだんだん暗くなってくるって感じ。なのでもし観光に来る場合はね、本当に夏がおすすめですね。1日長いんで、そう、冬がめちゃくちゃ短い。そう、逆に冬来ると地獄です。4時とかに暗い。そう、全然観光できないんで、来るなら夏ですよ。見よう、と言ってる間にこのホーフブロイハウス、ドイツで有名なねビールのブランドです。めちゃめちゃでかい。はい、というわけでね、雰囲気伝わりましたかね。めちゃめちゃでかいグラスのビール売ってます。あんなの飲んだら途中でね、ぬるくなるんで、日本人多分あんま好みじゃないけど、早く飲めばぬるくならないらしい。そういうことです。ドイツ人の考え方はそういうことです。このね、ババリアっていう州はドイツ国内でも有数のビール生産地。レナの家に来ると、まあ、レナの家には地下室があるんだけど、レナの両親がね、いろんなビールのラインナップを準備してくれてるのでめちゃめちゃ嬉しいんですけど。というわけでね、これからね、友達に会いに行ってちょっとね、ご飯食べるんで、もうね、動画はここで終わりにします。というわけで、今日のね、ミュンヘンの動画楽しんでいただけましたでしょうか。僕らの動画を通して、ね、ミュンヘンの魅力がね、一つでもね、伝わってればね、嬉しいです。なので、よかった人はいいね、ボタン押してください。お願いします。お願いします。また次の動画で会いましょう。バーイ。おいわ。バーバリア料理。おお。うまそう。いただきます。投入していきます。ざっとこんな感じ。
で。すごいね、種類が多いですね。パパが今下手だなっつったな。はい、うわめっちゃ綺麗に向けた。